カルロ・ペリグリーニ、カルロ・ペリグリーニは、1869年から1889年にかけて、ロンドンを代表する雑誌であるバニティフェアに風刺画を掲載した作家である。そのほとんどの仕事は、アープの筆名で行われた。イタリアのカプアに生まれ、その後は、シチリアに住んだ。彼の父親はもともと古くから、地主の血筋であり、母親もまた、 メディチ家の流れを組むと言われている。雑誌に作品を載せるたびに、その評価は高まり、当時最も影響力を持つ作家となった。ペリグリーには若い頃から、メルキオッテ・デルフィーコや、オノレ・ドーミエなど、当時の英物を代表する作家に習い、ナポリ社会を風刺する作品を描いていた。ジュゼッペ・ガリバルディともやり合ったことがあると語っていたが、 彼を知る人の多くが作り話だと取り合わなかった。妹の死など、私生活での不幸が続き、1864年にイタリアを離れることを決断した。スイスとフランスを経由して、イギリスを目指し、1864年11月にはロンドンに到着した。彼は後に、この時は極貧状態であり、他人の家の玄関の前で野宿したと語っている。 しかし、この逸話もまた自身をボヘミアンに見せたいという作り話の可能性がある。ロンドンでは、プリンス・オブ・ウェールズと友人になったという。ペリグリーニが、バニティフェアのオーナーであるトーマス・ボールズと、どのように出会ったのかについては、記録が残っていない。しかし彼はいつの間にか、ボールズと仕事を始め、バニティフェアで最初の風刺画家となった。もともと作品には、 シンゲと署名していたが、後に、エープと書くようになった。バニティフェアでのペリグリーニの仕事の評価は高く、1869年1月から20年以上に、渡ってその作品が掲載されるなど、大きな影響力を持つ作家となった。1869年のベンジャミン・ディズレイリの風刺画はカラーリトグラフで掲載されるなど、その絶大な人気が伺われた。 この雑誌が40年以上観光を続け、2000人以上の肖像が掲載されることになったのは、カルロ・ペリグリーニの描いた風刺画が成功を収めたことによるとされる。ペリグリーニは、ボールズと船仲となり、この雑誌の仕事を辞め、レスリー・ウォードが公認となり、ウォードの方が長く仕事をし、知名度も上回ることになるが、コレクターにとっては、アープの方が芸術性からも、 技術の面からも優れると考えられている。彼は雑誌向けに風刺画を描く仕事とは別に、肖像画家としてもらをあげようとしたが、この挑戦はあまり成功したとは言えなかった。1870年代には、ロンドンでドガと知り合っており、1876年か77年に、彼の肖像画を描いている。この絵には、アブー・ペレグリニという署名が入った。そのお返しに、 ドガはペリグリーニの肖像画を描き、同じように署名した画像を右上。ペリグリーニはロンドンのビーフステーキクラブのメンバーであった。彼はこのクラブを通じてホイッスラーと出会い、自身の作品に多大な影響を受けた。実際、ペリグリーニはホイッスラー風の肖像画を描こうとさえしていた。彼は1874年から1888年までアーツクラブのメンバーでもあった。 彼は自分の身だしなみに極端なまでに気を使っていた。真っ白なスパッツに磨き込まれた革靴を履き、爪を中国の管理のように長く伸ばしていた。また馬車に乗れる時は絶対に歩かなかったし、面白い話や珍しいものには金を惜しまなかった。ブロークンイングリッシュを話し、同性愛者であることを公言してはばからなかった。ディナーパーティーにはよくマカロニ料理を持ち込んでいた。 慣れないベッドで寝ることを嫌がり、招待を受けても田舎のホテルであれば断っていた。葉巻を加えるのが癖で、寝る時も口から離さなかった。ペリグリーには53歳の時に、ロンドンのキャベンディッシュスクエア近くのモーティマーストリート53番地の自宅で亡くなった。肺病だった。彼は、ロンドン、ケンサルクリーンの生命アリローマンカトリック墓地に埋葬された。 この記事には現在パブリックドメインである次の出版物からのテキストが含まれているウッド・ジェームズ・エト・ザ・ナトル・インスイクロープディア・ロンドンニューヨーク・フレデリック・ウォーンタイトルイコールは必須です。ありがとうございます。